参拝していただき、北野天満宮としてはこの上ない光栄でございまして、感謝の限りでございます。江戸時代は寺子屋が全国各地でございます。25日には天神様の像を姿を掛け軸をお出ししてお祈りをしたわけでございました。お子さん方にこう楽しみながら日本文化に触れ合っていただく機会をこれから増やしていけたらいいなと思って活動を今続けています。私は子供の頃ですね、辞書を読むのがとても好きでした。なんか暇な時間によく辞書をペラペラとめくって読んでいたりしたんですけれど、今はこう辞書の時代になってしまっています。紙の辞書ですと、こう一つの言葉を引いた時に隣にある言葉だったり近くにある言葉だったりして、こんな言葉と似ているなとか、こんな言葉があるんだとか、なんかそんなことを思いながら辞書を読むことができたと思うんですけれども、電子辞書になって一つの単語を聞くだけだとその言葉しかわからなかったです。その皆さんに紙の辞書を聞きながらいろいろな言葉をなんか知っていくということを知ってもらえたらいいなと思って、今日は皆さんに楽しみながら辞書を引いていただけたらなと思っています。おはようございます。深谷と言います。よろしくお願いします。辞書引きを今日はみんなと一緒にね、行っていきたいと思いますが、言葉っていうのは文化の中でと一番大事なものなんですね。言葉がとっても気になってしょうがない、そういう子供大人になりますから、今日の話ね、よく聞いててくださいね。どっちが正しいか分かりますか？上の方が正しいと思う人はいますか？はい。下の方は正しいと思う人はいますか？はい。はい、手を下ろしてくださいね。これね、いつも普通に使っている言葉ですけども、書くときになると、はて、どっちかしら、違いが分かった人いますか？はい。お、はい、ほんまですか？ほんと？字は字個って言います。2年前からですね、これは両方とも正解になりました。聞いてみようかな。 A だと思う人、 B だと思う人、一人ですね。はい。これね、辞書で本当は調べてほしいんです。皆さん、辞書調べることできますか？学習していると一つの言葉を探すのに大体平均12秒です。あった？うん、ありました。あ、それ2つありますか。当たり前の言葉を調べるのがキーワード。さあ、では子供たちね、早速ね、辞書引き学習やります。え、多いでしょ、これ2万3000枚で、知ってる言葉を探します。小学校1年生だったらね、6000くらいは知ってる言葉があります。辞書に付箋をつけてやっていきます。いいですか？続きの番号を必ず。で、それではですね、まず、これ見出し語というんですが、一文字で書いてるところでしょう。その言葉を書いてくださいよ。その教材に出てくるからアイスクリームは全部書いて。でもね、書きをしている中で子供たちが知らない名前。13枚、早い。14、早い。素晴らしい。1分間にね、4枚ぐらい入るぞ。大体1分間に4枚。1分間に4枚レポートしましょう。成功。トライね。それが、そういうですね、辞書によってすごく特徴がありますから、多分皆さんね、辞書ね、買ってもね、ほとんど使わないでしょ。読んでいると。お正月に読んでいただきました。スタートするわけですね。はい。だから、正しいでしょ。これ、うちの娘なんですね、今ね。うちの娘は。に対して、こう、挑戦する。ね、挑戦する。挑戦者にはですね、
無理という言葉はないんです。国語辞典でもいいんだけれども、漢字のことを勉強するには漢字辞典の方がいいんじゃないかということで、いろんな辞典をこういうふうに使うようになります。するといいと思います。まあ、これまではですね、全員に同じ言葉を聞かせている。ゆっくり弾いてる子はね、多分ね、中4ですな。で、中って、初めから調べたいことがあるんですよ。で、そういうことを思ってはいけません。っていうふうに言いました。暇な時、お休み時生活というのはですね、第一段階、知ってる言葉探しをします。ああいうね、温泉とか火山灰とか、ああいう言葉を結構子供で探してたんですけども、そんな子供が興味が出てきます。漢字の学習は小学校1年生から漢字で、例えばあのスズメっていう字は買って満足してますよね。それじゃダメなんですよ。寝るときも枕の代わりに辞書を使うぐらいの、そういう、ね、覚悟で辞書を使うといいと思います。性格が出てるんで、小学生の低学年ぐらいでもこういうですね、これぐらいはありますね。で、あのさあ、それでは絶対一度鉛筆を止めてください。200万以上渡します。200万以上ですね。楽しかった。本当、どんなとこ楽しかったの？前よりも多く借りたから。何枚ぐらいありました？200万です。200万ちょうど。辞書引き初めてやった？初めて。やってどうでした？辞書にいっぱい付箋が貼れて、とてもなんか嬉しかった。僕は1年生で99枚貼りました。104枚貼って楽しかったことは、お家で前1回やったことがあるけど、その時よりいっぱい付箋が貼れて嬉しかったです。楽しかったことは付箋がいっぱいことです。僕は1年生で122枚入りました。ぜひね、お家の方でも続けていただきたいなと思います、ね、これで終わります。はい、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。山田と申します。まあお坊さんですね。で、真珠庵と書いてある。真珠で、一休さんの時代といっても室町時代、わかりますか、ね、室町時代の中頃です。知ってる。知ってる。偉そうな。前提、だるまさん知ってるかな。あ、知ってる。だるまさんも実在の人。実は昨日12月8日がお釈迦さんがお悟りを開かれた日で、今から2600年前の話、インドの話ですね。お釈迦にお化け軸がかかってるの見えますか。三軸かかってる。意味は右側が悪いことをするな、左側が良いことをせよと。ちっちゃな軸が、時世の句、ブラッター事項という人で、その人一休さんのですね、まあ、和ギ茶の海藻という、その人が作られた七五三の本が、こうしてそのまま残っているということが、すごいことなんですね。今回は、辞書引き学習法ということなんですけれども、今私たちがやっている新入社という団体では、お子さんたちに楽しみながら日本文化に親しんでもらえるようなワークショップを今いろいろ企画しています。で、今年 の、 岩清水八幡宮ではお花神仙、お祭りの時にお供えされるお花神仙を子どもたちみんなで作ってもらうというイベントを企画しました。それに今回来てくださったお子さんたちが参加してくださっているんですけれども、今後とこれからも辞書引き学習法の他にもいろいろなワークショップをまた京都で企画していきますので、ご興味があったらぜひいらしてください。皆さんね、辞書を早速開いてみましょうか。どこや？ほんまやでしょ？嘘をついてないよ僕は。
当たり前の言葉を調べてみましょう。3ヶ月辞書を、ね、引くとね、賢くなります。誰気持ち悪いって言ってるの。だいたい小学校1年生でも6000語ぐらいの言葉は頭の中に入ってますから、今日1時間でだいたい100枚とか200枚は普通につきます。さあ、これまではですね、これね、マフラー、これマフラーだった、下に英語で書いたね、マフラー、ね、で、こういうものはね、自分で発見してやってるんですよ。これ5歳のお姉ちゃんが3歳のね、これね、調べても持ってないことはね、多々あります。楽しくなければ続かない、ダイエットと同じですよ。楽しくない、長物ではないね。あのですね、これね、もう少しね、上の方にあるんです。上の、ここね。ちょっと先生、ラーメンがあったとか。先生、プリンがあったとか。よく笑う子だね、みんな ね。先生、ね、親子丼があったとか。知ってる言葉でも辞書では違う言い方があったりして面白いと。三度の飯より辞書が好き。まあ、さあ、いろんな辞書を引いておくといろんな分野に詳しくなります。いいよね、皆さんね、授業参加できるでしょ。順番に、ね、順番に丸、丸まで読んでいく。ずーっとね。と、タンポポは花が咲いた後に茎がにょーんと伸びていってですね、種を飛ばすためにですね、伸ばしていくってことが分かったんですね。言ってる言葉がたくさんあるということは頭がいいという証拠です。あの、辞典は新しいものの方が先ほどのね、話で、たくさん自分で頑張った記録を残していくっていう感覚でやっていくんですね。そうすると大体ね、子供はですね、いろんなことをいろんな辞典を使って学ぶということになっていくんですね。ぜひね、お家の方でも続けていただきたいなと思います。で、これで終わります。はい、それでは皆さんありがとうございました。